音を立てるな。静かに。小刀さん、起きてくる。素早い担当さばきじゃの。過酷な毎日じゃったかの。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない。暗闇に隠れて。そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどのね。何あれ。重傷を強化せんとな。足に銃。琢磨先生が作ったんですか。隠し兵器。足元の杖が中心か。考えたな、じいさん。気に入ってくれて嬉しいわ。やつは影様ではないようだ。そのようじゃな。じゃがされとて同じ、ヤブ大行は死ぬべきじゃよ。報復を考えてるんだろう。そう言っているようだ。ああ、晴らすべき恨みはあるの。じゃがこう考えるんじゃ。もしここで逃がしたら影様を支え続けるじゃろう。悪いやつね。分かってる。あの音は。どうします、隼人先生。いいさ、復讐したいってんならな。じいさん、しようじゃ。どちらにせよ報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。行け、クマが。かわいい。お友達なの。そう言えるかの。無限の力はないのじゃ。誰かいる。じゃがの、侍の鎧とて良い戦術からは守るんわい。水のように動け。突入する。俺もそう思う。音を立てるぞ。今のは聞こえたような。水のように戦術。吠えるんじゃ。気を引くんじゃ。賢い。そうじゃの。よし、カード。ゆっくりと。できるわよ。そうだ、戻らないと。クマ、聞くんじゃ。クマ、戻るんじゃ。タヌキを手なずけるなんてな。どうやって教え込んだんだ。ねえ。どうしてわしが教えたと思ったんじゃ。むしろその逆かもしれんの。抜き足。鳥の声。今のが聞こえたぞ。気を散らしちゃいそう。もう疲れたかの。あそこまで行けないな。いるだ。ね、まずい。突入する。水の湯。さしさし。突入する。刃が血を欲しがる。水の葉。音を立てるな。俺が敵の気をそらす。刀を使うか。手裏剣。風を切る。音を立てるな。今行くわ。弾は水のように動け。用事隠れの術。なんて音を立てるな。ヒ
小刀をダメできない。最後の一発だ。細くなると狐が狩り中を突入する。静かに。水のようにのけ。中にいる音を立てそうだね。行くぞ。水のように動け。どのぐらいじゃろう。敵うん、いい考えじゃん。俺が敵の気をそらす。待つのって退屈。我ながら超敵。そうじゃの。いつでも準備はできる。行かないの。待っても無駄だな。静かに。水のように動け。仕掛けがいっぱい。楽しいわね。数よりも腕だ。そう。神道滅却。ここ。準備完了。静かに。出るな。突入する。話はまだ終わっとらん。いいか。よし、分かっとるな。行くぞ。よいぞ。気を引くんじゃ。謎なぞかな。静かにして。おい、腹でも減ったのか。うるさいんだ。落ち着け。景色でも楽しまんかい。タヌキだ。仕事だ。静かに。考えがあるのかな。突入する。音を立てるぞ。音を立てるな。悪いが何も持っていないんだ。さあ、仕事しろ。猫とタリヒツネが狩り中よ。面白そうじゃない。戻れ。準備いいわよ。差し足。数より水のように動